プロキシマ・ケンタウリ D、または、プロキシマ D とは、地球から、ケンタウルス座の方向に4.2光年離れた恒星、プロキシマ・ケンタウリの周りを公転しているとされる、太陽系外惑星候補である。プロキシマ・ケンタウリの3つの惑星の軌道の図、プロキシマ・ケンタウリの惑星系にはすでに、2016年に、プロキシマ・ケンタウリ B、2019年には、 プロキシマケンタウリ C が発見されていたが、2020年5月にエスプレッソの分光器でプロキシマケンタウリ B の観測が行われていた際、原因がはっきりとしなかった半振幅がわずか4 0メートル毎秒である短周期の信号の存在が示された。これが惑星による信号である場合、加減質量が地球質量の0.29プラスマイナス0.08。 バイトなる惑星である可能性がある。この惑星候補はプロキシマ・ケンタレウリティと呼ばれる。低質量の赤色矮星は複数の惑星が周囲を公転している傾向が高く、それほど驚くことではない。なお、この信号については惑星が原因だということは確認されていないが、二次検出も行われている。プロキシマ・ケンタウリティは大きさは プロキシマケンタウリ B よりも小さくドップラー分光法で発見された太陽系外惑星では大きさが最小となる。質量や大きさは火星や水星と似ている。プロキシマケンタレウリ D の光点周期は5.15日である。加減質量の0.29プラスマイナス0.08。 M を仮定すると、軌道長半径は0.02895プラスマイナス 0.00022AU となる。この場合惑星は主星に非常に近い位置に存在するが、主星は M 型主系列星、いわゆる赤色 Y 星であるため、大気の影響を無視した場合の表面温度は 33030K と、水が液体で存在できる温度になる。ありがとうございます。